佐賀空港へのオスプレイ配備計画をめぐり、自衛隊と空港を共用しないとする協定が見直されたことを受け、今日九州防衛局長が飛行ルート下にある福岡県柳川市を訪れ、改めて配備の必要性に理解を求めました。九州防衛局の伊藤哲也局長は今日、佐賀空港の離着陸の飛行ルートにある柳川市の金子健二市長を訪ねました。伊藤局長は原則柳川市の上空を飛行しないなどと説明し、自衛隊のオスプレイ配備の必要性に改めて理解を求めました。一方、金子市長は福岡有明海漁連への説明や安全面や騒音など住民の不安を払拭するため情報交換を続けるよう求めたということです。判定いたしませんということで、どっちかというと基礎自治体の首長としては協力していかなければないと。住民説明会についてはですね、いろんな形がある程度内容が詳細に分かった時点でですね、それから戦果をちょっと決めていきたいと。佐賀県と地元漁協は今月に入り、佐賀空港を自衛隊と共用しないとの協定を見直しています。佐賀県と柳川市も空港の使用用途に変更があった場合は事前に協議するとの合意書を交わしています。